着通過おめでとうございます。ありがとうございます。すごい落ち着いてるように旗から見ると見えたんですが、ご自身としてはいかがですか？全然めちゃめちゃ緊張しました。落ち着いてるように見えました。あそこの判断なんかもすごく的確にできてたのかなというのは。そうですね、残り2周ぐらいでは1回切るかすごく迷ってて、結果切らなくてよかったかなと思います。ここ G1 に向けていろいろ試したりとか調整してたと思うんですが、どうですかね、感触的には。そうですね、前回、まあ、ペダルとかいろいろ試したのが逆に良かったかなと思って、今回その部品ではないんですけど、いつもの部品で走ってすごく感じが良かったんで、すごく自信になりました。じゃあ、あと2走なんとか目標はもちろん、いや、そうですね、まずはしっかり明日の準決勝、一生懸命頑張るだけですね。はい、また明日インタビューできるのをお待ちしてます。いや、私もここに来れるようにまた頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。